皆さんどうも、ひかりです。髪の毛切っちゃいました。 3年ぶりのショートカット。今回はちゃんと美容室行って切ってもらったよ。日本来て髪切ったの5回目 かな。4回は、最初の4回はね、1000円カット。だってケチってるもん。そんなお金ないもん。あんま髪の毛に火をかけたくないっていうか、あとシャンプー使わないから、シャンプーされるの嫌だ、嫌だよ。なんか 一応こう編集なしで動画撮ってアップしようと思ってるからね、いろいろミスがあるかもしれないけど、まあええわ。せやな。でも今今回行った美容室はね、オーガニックのシャンプー使ってはるから行っちゃって で飛び込みでね、まあ飛び込みといっても、その時ちょっと忙しかったから午前中行ったんかな。1時からだったら大丈夫だよって言われて、じゃあ1時に来ますよ また来ますよ言って、ほんで行って、これはですね、1日のこと、1週間前やな。ん でめっちゃ面白かったよ。もうたまらんほど面白くて、まあ、その切りたいっていうか、すごい楽しみにしてて、でアメリカでもうリアリティがあるけど、モデルさんタイラバ、タイラ・バンクスの、アメリカス・ネクスト、アメリカス・ネクスト・トップ・モデル、そこはやっぱモデルさんがね、やっぱこうメイクオーバー、変身っていうか、もうちょっと売れるように、髪の毛が長い子はむちゃくちゃショートにこう切られる 文法おかしいんかな でその子たちはいつもむちゃくちゃ泣いてる。あ、髪の毛を切らないでって泣くけど、私もう真逆やねん もう正反対。もう最初あれ切った時はもう むちゃくちゃ嬉しくて、でここをね刈り上げてる あれも最初はもうこれぐらいの長さやってんけど、この辺は。でも前そういう風に切ってもらって、で伸びたらなんかめっちゃブサイクや、ここで。もうちょっと短く切ってもらって、いや、やっぱりこれあかんなーって、伸びたらほんまダサいから、もうちょっと、もうほんまにもう男のカットのように切ってくださいって言って、刈り上げていいんですかって。あ、前はね、こうサイドがね、こっちが刈り上げてた、10代の頃は。あれ、一番戻りたい髪型やったら、あれやねん。昔の写真見たらめっちゃかっこよかったもん。こっち刈り上げて、こっちちょっと長くて、こっちもちょっと長くて、なんか、めっちゃかっこよかった。だから、今度は、ボブカットをちょっと伸ばして、可愛いボブカットにして、でもここはちょっと刈り上げる。でもこう、下ろす時に見えない。だって仕事あれやから だからいつかほんまに自分、自由な姿でいられる仕事をしたいなと
思ってるけど、まあ今の仕事も楽しいけど、そこだけちょっと自由にできないから、ちょっと悲しいけど、まあね。で、ちょっとジャスティン、今はそんなにジャスティン・ビーバーに 似てないけど、最初はね、なんか途中でね、うわこれめっちゃジャスティン・ビーバーやけどな、どないしようと思って。で、こっちもそもそももうちょっと長かったけど、やはり前髪がね、すぐ伸びるっていうか、どこでも、まあ、同じように伸びるけど、やっぱ前髪がここね、伸びるからもうすぐ分かるんですよ。で、こっちやっぱ伸びるとちょっとね 何も見えないからめんどくさいし、もうちょっと来てくださいって言って、で公開はしてないけど、あこれはやはり今はいいけど、多分二度とこの長さにはしないよね。最初からもうちょっと伸びた方がいいんかな。これちょっとボーイッシュすぎっていうか、でも楽しいよ。楽しいのは楽しい。むちゃくちゃ楽しい。ほんま、もう、くさんも笑ってたよ。初めて美容室があんな楽しかったよ。で、いろいろ話をしてて、変わってるなーって言われて、あ、そう。せやね。あと、一つ話してたのが、姉妹関係っていうか、絶対姉と同じカットにしたくなくて、もうなんか真似してるとか言われるから、やっぱ姉妹、そういう姉妹関係はどこでも一緒やなって言われて、で、いっぱいその兄弟の話をしてて、で、最近妹も結構短く、まあ、この辺かな、ボブカットにしてて、前はもうほんまにもうむちゃくちゃ長かったよ。で、その姉妹3人はショートカットやけど、逆に兄が今でもずっと前からやねんけど、髪の毛が長い、髪が長いんです。せやねん、ブレー。だからちょっとおかしいんかな。 で、あ、そうですよ。もう一つの話は、小さい頃はね、私ずっとほんまにもうショートで、もうすごいボーイッシュだったけど、妹がね、すごい長くて、ちょっと妹の方が天然パーマに、なりがちっていうか、もうちょっとこう可愛いんかな。で、小さい頃はやっぱほんま白やって、もう今も実毛やねんけど、年取ると何て言うか色変わっちゃった。もうほんま小さい頃はほんま白かったよ。ほんま白、もうこれぐらいの白。 で、妹はそのちょっとね、天然パーマで白くて天使みたいな姿だったかな。それで、すごいみんなに可愛がってもらって、それは私が 羨ましくて、ある日 ちょっと美容室ごっこしようって言ってて、でトイレ行ってハサミ取って適当に妹の髪をもう切っちゃった。全部じゃないけど、なんかあっちこっちちょっと、なんか めっちゃおかしかった。一応長さはまだあったけど、なんかあっちこっちちょっと切ってる感じで、次なんやろ。で、それおかんが分かったらすごい悲しくて、私何やったのって。で、確か次の日保育園行ったら、同じ保育園通ってたね。で、なんかまあやっぱポムに あれまだちゃんと切ってもらってないから、
ポムでこう結んで、でそれを保育士が直したら「髪の毛どないしたん？」って聞かれたら、妹が「姉ちゃんと美容室ごっこやってたよ」って ほんまに嬉しくて、でそれを今でも妹とその話をしてたら、妹がね、特にその悲しい気持ちはなくて、もう嬉しかったよ とりあえず そんなだって本人わからないから、やっぱ大人がこう可愛くて可愛くて、そのままずっとしたい気持ちやね。ちょっと文章おかしかった まあそんな感じで、ほんまに楽しかったよ。もうすっきりした。夏やな。これから伸びるの楽しみにしてる。どんな感じに伸びるのか。楽しいやな。で、次はどんなカットにするか。それもちょっと楽しみやな。あと、せやな。ちょっと待ってや。ちょっと待って、どこ置いたんやろ。一応サンプルで、今トイレに置いてるから そこはもう行かない。 サンプル、これぐらいのサンプルのそのシャンプー、オーガニックのシャンプーをもらって、私シトラス一番香りが気に入ってたからシトラス選んで、でそれぐらいあと全然自分でも使えるからめっちゃ嬉しくて、でそんなに頻繁に使わなくても、量もそんなね、大量に使わなくても全然済むから、長生きするように。もちろんそのシャンプーはね、店でまた買えるけど、ケチってるからね あんまり髪の毛に火をかけたくない、なぜか。多分前は自分で切ってたから、10代の時に、その刈り上げるのも自分でやってて 自分でやれたら、なんかこう他の人にやってもらってお金払うのがなんかあれやねんな、あんまりしたくない。でもやっぱこうちゃんとしてね、もう綺麗に切ってもらって、そこはやっぱ価値があるかな。そんな感じで、一応元気してます。もう仕事も一番忙しい時期が終わったっていうか、もう少しずつ終わってる感じ。まだまだちょっと忙しいけど、とりあえず一番こうストレスな時期が終わったから、これから楽しみやな。ではまた、バイバーイ。